よう。私にも、なんだろう。ゆいちゃんがこういう連絡をしてくるのって珍しいわね。娘の頼みでもあるし。ゆいちゃん、今帰ったよ。おかえりなさい、パパ、ママ。優しくしてくれる二人に、私からプレゼントです。あ、綺麗。ダイヤの花のブローチ。パパ。え？ゆいちゃん、いつの間にそんなスキルを。
違うんです、ママ。草植物作成系のスキルじゃなくてですね。この間、パパに連れて行ってもらったコンソールで手に入れた機能を使って作ったんです。これ、ブローチがあれば、つけてる人同士、お互いの状態をモニターできるようになるんです。ただ、そんな機能とか、本当はどうでもよかったんです。私はパパとママに何かプレゼントができればそれだけでも本当は指輪が作れればパパとママの結婚指輪としてプレゼントできたんですけどね。でも手に入れた機能には指輪を作る技術がなかったので。ゆいちゃん、指輪じゃなくたって十分に嬉しいよ。いずれ、ううん、きっともう少しすればパパもママもこのアインクラッドを攻略してしまうと思います。二人と他の皆さんの力を合わせれば絶対です。そして、このゲーム世界から解放されたら、その後はきっと、ここが残されることはないと思うんです。しても初期化は免れないと思います。それってもしかしてゆいちゃんもいなくなっちゃうってこと？はい。そんな。その通りです。でもそのデータを読み取ることができなければ私はデータの形のまま眠り続けることになってしまいます。
の世界のことは何とも言えないわね。私はパパとママが私のことを覚えていてくれるなら眠ったままでもいいと思っているんです。だって壊れてしまっていた私が私になれたのはパパとママのおかげなんですから。私が私として生まれることができたんです。だからこのプレゼントはそのお礼です。これもゲームの外まで持っていくことはもちろんできません。それはゲームの外に持ち出したのと同じようなものですから。そんなの忘れるわけないじゃない。可愛い娘からのこんな素敵なプレゼントなんだよ。忘れられるわけない。ありがとう、ママ、パパ。あと、プレゼントを作ったのにはもう一つ理由があって。ナーブギアのデータにパパとママのために作ったものが残せたら眠っていても寂しくないって思ったんです。私は SAO 以外のゲームのことはよくわからないけど、でもできる限りキリト君をお手伝いする。だから待っててね。はいはい、パパとママが力を合わせるならいきます。私楽しみにしてますね。よし、ちょっといいか。これまでのことを考えるとそんなことは起きないと思うけど。
間違いとかじゃなくて？神器臭い顔して。リズ、ちょっと面倒なことになってそうなのよ。まずはそいつを攻略組に入れなかったのは大正解ね。コードが働かなかったんだろう。ゲームシステムの異常なのかな。でもまだ確実じゃないよね。このまま放っておけばもっと被害者が出るし、原因をはっきりさせないと。それなら一回試してみてはどうでしょう。試してみるって？パパが誰かを触ってみてシステムメッセージが出るかやってみるんです。じゃあじゃんけんで誰がテストするか決めましょう。そんなのみんなに頼めないでしょう。私で試してみて、キリト君。まあ、ここはゆいちゃんの提案通りじゃんけんで決めようよ。ちょっとリズ、どういうことか分かってるの？どういうことってどういうこと？でもセクハラし放題なんていう一大事かもしれないんだから、みんなで協力してちゃんと調べないとね。
犯罪防止コードに異常がないか女性代表として調べないといけません。ハスナさんは攻略でみんなのために活躍されてます。私は私のできることでみんなに貢献したいんです。キリトに触られるのはドキドキじゃなくて恥ずかしいけど、女性全員の安全を守るためだもんね。やっぱ私も参加なのよね、これ。当然、体を張ってこの事件を乗り越えましょう。乗り越えるというか、自ら乗っかっていってるように思えるんだけど。それじゃあ、じゃんけんしますよ。さあ、ママもこっちに来てください。もう、キリト君のバカ。なんか私がテストすることになったわ。うん。それでどうすればいいの？パパはどこでも構わないので、シノンさんの体に触れてください。変なところは触らないでよ。なんだかいやらしい目つきね。ゆいちゃんは見ちゃダメだからね。どうぞ。あ、出たわね。少し安心したね。くらいでセクハラコードが発動しちゃうの？つまんない。リーズ、キリト君で遊びすぎ。バレてたのね。もうちょっと詳しい情報が欲しいわね。
どういたしまして。それで、この犯罪防止コード発動っていうウィンドウの OK ボタンを押せばいいのよね。それに触れちゃダメ！それに触れたら、キリトさんが監獄行きです！アインクラッドの外に転移されて二度と戻ってこれなくなっちゃうかも。そうなんだ。へえ、よく覚えておかないとね。